夏のお礼行事であります、あの仙台初期県戦、ドラゴンスタジアムの遠征試合の、話、いよいよね、今年の遠征もあさって出発ということで、ちょっと、いろんないきさつ、ゲートオーバーといえば、まず、ドラゴンスタジアム行くんですよね、とかっていう、ことも言われるんで、あと、たけるがまだ DBS のレッドモンスターとかね、プロのプロ部分もね、あるんで、まあ、今回、せっかくなんで、一度、ドラゴンスタジアムの佐藤監督のいきさつなんかも、話してみたいと思います。東日本大震災が起きたのが、2011年の3月11日。で、僕の中でこう記憶にあるというか、東日本大震災という、まあ、僕はその被害に遭ったわけでもない、ただ3月11日に、大きな地震が起きて、でその1ヶ月後に、その長男である山とかね、中島山とか小学校に入学した、はい、だからあんなことが起きてたのに入学式があったっていうことだよね。でそれで、だから3.11っていうと1ヶ月後にうちの長男の山との入学式、小学校の入学式だからタタタッと計算ができるっていう、はい、でそれから1年経った7月だから大和が入学して1年生でって言ったら今何年生いくつ違うんだよ。だから分かるよ。6年生。6年生。はい、6年生か。まあ、だから、どこ違う、うん、だったら、中学生になって、だね、1年経って、で、石巻県生だから2012年だから、大和が入学して1年経って、一周して、その7月かなんかに、確かに佐藤がちょっと放送アップだったと思うんだよね。はい。あの時誰が出たんだったかな。誰が出たんだったかな。で、来てて、その名古屋入りしてるからってことで、うちの、今じゃあ、アギラ君ですね。昨年の上田君から佐藤会長を紹介されて、で、一緒に金山で組まれたみたいな。その時に、こういうでドラゴンスタジアムを作ったから、ぜひ名古屋のうちがジュニアが多いから対抗戦やらないかっていうことで、それが11月の11日、はい、また11日なんでね11月11日その前の11月の10日にクラッシュでカイトが一気との試合をやったんだよね、はいはい、違うこれコーラビョンだからあの日あれじゃない車で仙台行くんだけど俺はコラゲオールで一回降りた、はい、降ろしてもらってタイトのセグメントついてで1ラウンド KO 負けしてそこから東北新幹線に乗ってありました、ね、そう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 、はい、その時のまだヤマトが2年生か1年生2年あ一周してるから2年生かね2年生だったばかりでで初めての遠征だったね、はい、で行ったのが初めてのドラゴンスタジアムで、それがこのファイターのライフにも大きくこれ、ページね、これなんですよねいいかなこれね結局だから、これが中1になるのかなそうですねこの時にのメンバーが、ヤマト前から広松力、広松蓮、宮島俊、広松城、宮島翔で大脇さんでいると。だからこう、なんか、数は違うけど、全部7対7で、こう先方、次方じゃないけど、はい、そんな感じになってるね。この相手側のメンバーはちょっと、あれだよね、メンバーが、これ覚えてるんだよ。これ山田康平みたいな。で、であの佐藤太陽だよね、これそうだよね、太陽これ後ろの太陽はいいのこれ太陽は分かんないけどねちょっとまあ、すいません、まあ、
名前一番分からないけど、ちょっと今僕とやったのは、うん、シュートボクシング、あ、瀬野和樹、瀬野和樹ね、このメンバー、そうそうたるメンバーだよね。この時、確か勝ったのが一人だけじゃなかった、レンダが勝ってなかったっけ、ボロ負けだったんだけどね、だよね、はい、うん、この時に、あの本当にまだね、南三陸の防災庁舎、猫行ったりとかね、だったんでね、うん、で、これが、まあ、原点であり、で、今、このメンバーで、ヤマトとテケルが残っていると、あれ、ジョーがね、あの、はい、来たけど、ね、たまに遊びに来てくれたりする選手もいれば、現役の今、2人残っていると。でね、今、今回で11年目で、11回ではないよね、あの12月とか、あのプロの試合で、あの大和と武尊のデビュー戦、大和のデビュー戦も、武尊のデビュー戦も、あの武尊は夏だったかな、でもね、たまに冬にも行ったりとかして、だから11年経ったから11回じゃないんだよね、もう多分20回近く行ってると思います。で、なんでもね、いろんな今の時代、言ってみればあのベルトもたくさんあるし、それこそ東京、わざわざ東北まで行かなくても東京の試合出ればいいじゃんとか、あと、まあ、この辺でもたくさん試合あるじゃん、もちろんそれはいろんな試合も、もう近いところに行ってアマチュアはお金もね、ファイトまで出るわけでもないし、別に近いところにどんどん出てって経験積めばいいからってことで、どんどん言ってみればお金がかかる、経費がかかる無駄をバン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 削ぎ落としてきた方が賢いやり方なのかもそれは知れないし、そういうところのジムさんの方がもう合理的で、選手たちにも負担がかからないとかっていうのがあると思うし、多分親御さんからもなんでそんな近いところで出ないのとか、で、もちろんそれは出ればいいし、ただこのやっぱりやり続けていくことの方がやっぱりこだわりだから、そういう部分で言うと商売とかになるとそういうのを無駄だっていう人もいるかもしれないけど、やっぱりね、タケルにも言うのはやっぱりねタケルがこうやって東京出てきたり進出してきたりっていうのはいろんなやり方があったかもしれないけど、やっぱりね、この DBS のベルトとジュニアのベルト、当時はそんなにベルトっていうのはなかったからね、ジュニアの、うん、でやっぱりね、他の手段がそれはだんだんこう、こっち行ったけどやっぱこっちの近い方が経費かからないとか、こっちっていうやり方もあるかもしれないけど、それよりやっぱりタケルの言うのは有名になって DBS でとりあえず1回試合をしようと、スラマノカウトのベルト取って、本当にやりたかったんだよね。1回試合やると。それがやっぱり恩返しになるっていうことでね、うん。それってすごい大事だからね。で、そこに何が生まれるかって、何が生まれるかっていうと、お金とかそういうものじゃなくて、やっぱりスピリッツがね、この部分がね、これってお金じゃ買えないでしょ、はい。俺はこれがあったらやれる。それに成功して恩返しをしたときに、やっぱりベルト取って、ノックアウトでもいいや、何でもいいや。これメジャーなベルトをメジャーってこう、あ、このベルトって言ったらあーって言ってもらえるけど、はい、それは世間的なものであって、別にそれがベルトでも実力があるとは思わないし、もちろん DBS ある系今ベルトあって、そこで例えばその大きいベルトとかその DBS ある系もガンと上がるわけだから、ね、だからそこでじゃあそこにいろんな、それこそ自費ぐらいで行く俺もあったけど、それこそ取りに行くことも今の時代あるかもしれないけど、それが無駄かって言って何が残るのって言ったら何も残らないけど、何が残るってのも好きですよ、自分のハートの部分をね、これだけやったっていう、うん、それってあのお金じゃ買えない、ね、うん、だからそういうのをやっぱ伝えていきたいっていう部分で、佐藤課長もね、やっぱもうこう、やっぱそんなところよりも DBS わけでっていうスピリッツでやってるからね、はい、そういうもの同士がやるかっていう、熱いスタジアムでエアコンの効いたもっと広いところで、そっちの方が
いいかもしれないけど、ただやっぱ行く楽しみもあるし、ただ子供たちなんかは仙台に来て仙台で勉強したいっていう、こういうところがみんなすごいって思って、俺たちが思ってる以上に子供たちはそういう遠征メンバーに入りたいっていうのがあるんでね、はい、でなおかつ旅館栃木のさっきも出ましたけど、もう温かいんで、まあ、今年もですかっていうのを言って、うん、そうそれだから、でもう名前も言わなくても、でまた電話もこんな朝からかけてくるので、ね、気をつけてきてくださいねって、はい、何も言わなくても、もう今うちが行くって言ったら大部屋を用意してくれるし、そういうのがもちろん私は行く飲み屋さんでね、本当にああって1年に1回しか行かないのに言ってくれるっていうものがあるかどうかっていう、でそれで何がいいのって、それは価値観だったね、はい、っていうものが出来上がっているっていうのってやっぱり名古屋から10時間かけて行く場所でそういうものができてるっていうのって、それはそんなものあってどうなるのって思われるかもしれないけど、それはそこだよね、だからそこだよね、だからそういう部分を伝えていって、そこで誇りを持って、で、タケルがそれをお前が証明しなきゃいけないっていうね、それタケルであり、ヤマトであり、タカトであり、でやっぱり特にこの最初のメンバーっていうね、ジュニアがガーッと羽ばたくきっかけっていうのがやっぱこれだよね。もちろんブリッジもあったし、ブリッジやみんな経験してたけど、ただこの遠征っていうのはやっぱり遠くへ行って試合をするっていうのはもう不利ではないよ、ジャンプ公平にジャッジをみんなつけて、ただ不利っていう気持ちで行くっていうのがすごい大事なんだね。遠征試合っていうのは向こうからしたらチケットも売らない、だから人気選手たちがいる、うん、地元のそこへ行くっていう、それは向こう行けば友達だし別にいいんだけど、ただ自分たちの中で俺たちは敵地っていう気持ちで行く、で判定だったら負けるっていう気持ちで行けっていう、そこで勝つっていうことだよね。だから地方選手がチャンピオンになりにくいっていう、実際はそうじゃない、ただそういう気持ちで行くっていう、敵地で取るっていう部分で、そういうことだから、この時っていうのは出てんじゃん、これ名前がね、もう瀬野和月っていうのは引退してるでしょ、ね、多分、はい、そうね、太陽と宮島翔太だったね、だから、まあ、こういうのでやっぱり伝えていきたいなっていうことですね、はい、ちょっと今長々してるけど、とかなんか思いは伝わったかな、はい、で、今年のメンバー、順番に言うと、まずトーナメントに出場が、多田斗真、長谷川修斗で、ワンマッチに、長谷川龍が、長谷川雄生で、池田大河、水野修、それから、藤原涼香、うん、で、あと1名、うん、あと1人、谷沢になる、うん、ね、8名です、はい、今回は、もうちょっと数年前から、例えば、まあ、ジムの方営業してやるということで、いけないけど、またね、いけるときに。はい、うん、ちょっと試合が今回は来週もね、ヤマトと、あ、そう、いや、そう、コウキと高野の試合があるから、本当はもう休みにして行っちゃおうかなとかっていうのもあったんだけど、今回の試合の前にもあって、本当はもう俺一人だったんだけど、長谷川家のお子さんお母さんがご協力いただけるんで、なんとか本当は一人で運転で一人で帰ってくるそうで、向こうね、飲み屋にも行くときに、本当はサッカーとか連れてきてあいつが行かないから、ね、もう一人、俺が一人いない予定だったけど、長谷川さんとご夫婦が来てくれるんで、ちょっとほっとしたかなという感じです。
ということで、DBS のイベントだよね。みんな、あの、ジュニアの時は、みんなと撮ってますね。これは、タケル撮って、で、リキ撮って、レンも撮って、ジョー、ヤマト、で、タイガー、タイガー、タイガー、ジュニア、ね、タカノリ。あ、違う、あいつ一番最初撮ってんじゃん。あれ、高典と高、カズトラが行って、結局、高典が撮ってなかった。あ、ですね。30キロから3人ね、あれ。あの、まだ、高典が、K スタイルの時だ。に、一緒に乗っかって行ったじゃなかったっけ。そうですね。だよね。うん、で、カズトラ撮れなかった。もうそういう歴史があって、で、結局、みんな撮ってんだよね。今いるメンバーみんな撮ってる。撮ってます。撮ってる。うん。で、だから、今回、ね、人で逆にはそうだよ、あの、そうだよ、あの、タケルが時は、ブリッジのベルトがなくてまだ、そうですね、ブリッジのベルトがないから、タケルの時はブリッジのベルトがないから、あの、ロード級仙台の時に作ったんだよね、そうそうね、だからタケルは逆に、あの、もう、ブリッジのベルトは、今で言うとヤマトの世代ぐらいからになるんだよね。僕、うんうん、はアマチュアの時は仙台にちょっとグリーンボーイ、ね。あ、グリーンボーイだ。はい、あ、そうだ、グリーンボーイ。うん、そうそうそう、そこからあのグリーンボーイ。で、そこから RK。RK はその後、はい、もうプロになって帰って、プロのベルトを取ったんだよね。そうそうだね。そう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 。本当にね、いろんな歴史があって、こうやっぱり 原点いろんなこうあるけどやっぱり原点とさないっていうのはあの俺は乗り換えていく乗り換えていくって変だけどただやり続けるっていうことだよね。だから守っていったら甲子園このこれぐらいの時代の時はなんか我こそなんか本当にねあの我こそはじゃないけどもう甲子園って言って言ってたけど、結局今どうなるっていう、自分たちは別に個人と思ってやってないからね、うん、行くことによって佐藤会長の興行でそれが全部個人になっている、そこに僕たちは行くっていう、この時はね、なんかあの募金持って本当に悪いけど話題作りで子供たちが夏休みに車で10時間かけて仙台市の時まで行って募金持って行くっていう、まあ、一つのストーリー作りのためにね、こういう言い方悪いかもしれないはやりました。だけど今はそんなこともはっきり言って仙台の選手を潰すつもりで言ってるからね、これはっきり言って復興支援だけど名古屋が勝つよっていう。でただそれがあのこういうこの工業 A リーグっていう工業は復興支援になってるわけですよ。で行って僕たちが向こうでご飯食べたりなんかするのも復興支援になるわけなんです。なので今僕たちはそんなつもりで行ってなくてただ楽しみで夏休みの楽しみで行ってるわけであって、ただあの一つ言うことは僕たちは生き続けてるよっていうことです、やり続けてるよっていうことです。でここが原点だっていうことですよね。だからそこを忘れないようにしないとあの大事なことかなと思います。それが、まあ、子供たちに伝えていくことであってやっぱりやり続けることっていうのが大事と、時にはそれを周りが、ね、なんでそんな無駄なことしてるのって言うかもしれないけど、その人はその人でいいと思う、その人はその人の考え方があるし、ただやっぱり長い人生とかやっぱ僕としてはやっぱりあの道っていう部分でこだわる部分っていうのはすごい大事かなと思いますね。そこにやっぱタケルにも伝えていくのはそう。だから今、これからタケルがやらなきゃいけないことは、この TBS で東京のベルト取って、はい、まあ、このベルトすごいねって思われるのでいいから、で、TBS に上がる。それをやったときに、タケルの中でなんか、ちゃんと変わる。うん。恩返しっていうね。そう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 。めっちゃ、ああ、タケルが。タケルがディベさんっていうのをやってあげるんだね、はい。
本当は、まあ、もう去年それを取るべきだね。まあでもそこの、まあ、こけていくのも、こけるのも旅だっていう、うん、ここでまたこけるんじゃねえかって思わせる試合が面白い、ね、いつもここで竹でこけるんだよね。こけるキャラっていうのを雨にいい風に捉えればお客さんの目を引くっていうね、うん、誰かと勝てるだろうっていうふうに勝てるだろうと思うところでこいつこけるんだよって、はい、思わせるのもやっぱりキャラっていう魅力だ。危なげなく勝っちゃう。井上尚弥が出るのじゃないけど、やっぱり井上尚弥が勝ってすごいな、あるけど、でも、ああいうので、こけるキャラ、辰吉の魅力はやっぱり負けるっていうのもあるからね、あれ。辰吉の人気があったら。安全、あの辰吉一郎一郎の試合っていうのはやっぱりすごいよな。やっぱり、の試合は、こけないんだよね。まず、うん、絶対勝つんだよね。やっぱり安全牌の試合するじゃん。はい、そういう部分ですごいけど、さあ強者行くからさ、だからコロッと負けるじゃん。そこがまた、うん、そう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 、うん、で、まあ切ってればそこを立て縛りしたい。やっぱりミラクル、ミラクル、相手にはミラクル、やっぱり相手を言ったら立て縛りで2人立ち打ちやったりする選手っていうのはやっぱりこう逆にこうスターを作ってくる。あ、この選手が辰吉に勝った誰々と長谷川大泉あったね、はいはいうん、そういう魅力だからボクシング界を面白くする、ね、だから工事なんかもそうだよな、あとね、かけるの魅力も倒れるでしょ、あそうですね、そうということです。おはようございます。はい、長々と喋りましたが、はい、ということで、はい、仙台遠征、ね、はい、ドラゴンスタジアムのドラゴンスタジアムへのこう遠征の思いというのをちょっと今日は語ってみました。日曜日ですね、はい、トーマーとシュート持って帰ってこれれば、まあ、いわゆるゲットオーバーの、プロ選手、プロへの通過点、そうですね、登竜門と言える D です。私も行きますんで、2人がネット持ってくれば帰りは楽しいなと思わなければ、ただ単に辛い運転になるかなと、ドライブ。はい、ということなんで、はい、また、動画にもね、できれば、リアルタイムっていうか、その日にアップしたいなと思います。はい、ということで、今回は、いとばチャンネル、ドラマスタジアム仙台市の遠征の前に、今回、DBS 仙台への思いを語ってみました。ご視聴ありがとうございました。今日の自分より明日の自分、自分の今を乗り越えていこう。人生をゲットオーバー。